何個取れたかな。おお。ああ。もう溢れ返ってる。溢れ返ってる。ここでいいの？うん。ほらいいやろ。いいね。ニューヨークにある坂。うん。バラン。180ベル。おお。72万ベル。やっぱ家も最高ランクまでしたいじゃない。うわ、目荒れてる。トタケケや。あ、今日トタケケの日か。聞くなんか一曲。いや、いい。長いしな。フランさんにプレゼントがあるんだ。え、何？ニャンジャズキンって何？あ、ニャンジャズキンじゃん、忍者ズキン。そんな、猫みたいに言ったんや。いや、お、いいやん。ちょっと歩きづらくなってるけど。ごちゃついて。ごちゃついて。いや、もうまず僕から鑑定してもらっていい？うん。鑑定してくれ。もうね、最近だいぶかぶっちゃってるからね。あ、え、すごい。やった。え、三つとも？すごい、三つとも？マジかよ。ディプロドクスの腰、アンキロサウルスの頭、ディプロドクス、え？あ、腰かぶり。腰かぶりか。じゃあそっちは？じゃあ私の番ですね。あー。どうした？かぶってたって。うん？かぶったの？うん。三つともかぶってた。胸、ディプロの頭。琥珀だまた。あー。高いぞこれ売ったら。私は株を買う資金にするんだ。そうそうそう、株を欲しいからさ、普段やったら拾わへん貝殻とかも拾いまくってさ、うん、ちょっと待って待って待って、どうしたどうした、なんかいるぞ、そろりそろり、あーバカ野郎、なんやったんやあれ、いたそれでも忍者かクノニア、クノニクノイジになれないクノニア、おし、フルーツを根こそぎ取ってやるぜ。美味しそうだね、桃、この時のために残してたのに。ほんとや、何個取れたかな、うん、おお、うん。あ、これだ、うん、はい、サンキュー、ありがとう、どうぞどうぞ、あれどれーあーカブかー、ちょっとフライトさん一個持ってくれます、わかった、これで第2波も大丈夫、やったね、ほらカブが今日いくらになってるか見に行こう、見に行こう、今日午後だからな、だだそのカブかは、あれ減ってる、85ベルか、株の動きもだいたいあるらしいね、だから週の初めに安いと中頃に上がるかも、中頃か、うん、だから水木ぐらいに上がるかもね、ちょっと見に行こう、株の量乱立、乱立した株見る、もう溢れ返ってる溢れ返ってる、そうだよ、あれもう土無視してるからね、林甲府の家まで来てる持ちきれなかったから3回に分けて買ったよ、いいねフライドさん、ガン見してる、ほんとや、株をガン見してる、道端にも溢れ返る株、よし、もういい、もういい、あとどうする気なのぎっしりやな、ほんとやな、そうそう、なになに、僕らの家も引っ越そうと思ってるから、うん、あ、そうだよね、そうそう、新規行ってね、ちょっとまず僕から引っ越し場所を決めていいかな、うんうん、いいよいいよ、もしやここ、違う違う、あ、ああそんなことできんの、やめ、生き埋めすんなあれ誰、あ、ジャスティンだ、今日は魚の日だ、あ、やった、じゃああれフライドさん、渡せるやん、うん、渡せる、ためにためた魚がどこ行くの、あの公共事業、魚を渡しに行くんだ、いや、まずは家をずらそうと思って、うん、3万ベルだって安いね、安いな、他の住民に比べたら2万ベル安いよ、本当びっくりした、ここでいいな、うん、ちょっと想像してみるわいいじゃんいいじゃん、ぴったりじゃん、ほら、いいやろ、いいね、オッケー、うん、ここにする、うん、明日になったら楽しみ、クレムさんどうする、じゃあ僕の家があっちに連れるから、うん、かもしれんね、クレムさん3万ベルよこしてもらっていい、渡すわありがとうございます、どうぞ、あ、1日1件なんだ、そういうこと、なんだよ暇なくせによ、きっちりしてるな、うん、魚のコレクション、魚渡しに行こう、台にする、石台なかったっけ、うん、石台もうやったじゃん、あ、そっか、うん、石台とヒラメはトライドさんはもうあの標本済みだよ、じゃあ台に、うん、オリジナルグッズ、じゃあ私も、うん、作ってもらったら、あ、そうやな、うん、それもいっぱいとか言われたら、何でも分かる、動物の森今魚の森って言いそうに、じゃあ次選ぶ、うん、うん、なんかいたよね、3匹いたいた、ニモにしようかな、ニモ、これ、うん、クマの実、国章だったりするのこれなんかの罠なんかの道しるべ罠や罠や、これを拾いに来たところ、このスコップで叩くと来た、
いやー逃げろーいやーあ、よかった、作れたよ。いや、シントにもくられてる。金もらおうからね。今なんかすごい睨みつけられた。うん、川に落としてやる。何をしろって。え、腕前チェックじゃない？うん。できてないみたい。え、したよ。あ、小さい魚だって。はぁ、失敗したからもうあかんて。さ。ちょっと待って、ジャスティン話しに行こう。一匹釣った時点でか。じゃあこっち側で釣ろうよ。うん。ちっちゃい。まずは一匹目。ん？ちっちゃいの？うん。あ、よかった。これちっちゃい魚にカウントされるんだ。S ぐらいかな。ヒヤヒヤもんだべ。ドキドキした。やった。早っ。プレミアム価格。じゃあちょっとって。ちょっと売って。うん。プレミアム？もともと安いんだよ。プレミアム？騙されてる？坂を作りたいからさ、代わってもらっていい？オッケー、ここなの、うん、あ、そっか、ハニワか。うん、あと払いだよ。リボ払いだよ。リボ地獄、タヌキリボ地獄に落ちるんだよ。分割か。インフラ整備。だから、ニューヨークに合う坂。うん、じゃあやっぱりレンガかな。レンガだよね。うん。これとかこれもいいかもしれんけど、うん、これだ。ブルックリンって感じじゃない？じゃあこれにしよう。うん。ニューが消えちゃうんだよ、ニュー。ニュー消える？いける。あ、いけるやん。ちょうどいいやん。いいじゃん、ここの方が。じゃあ、ここにしよう。ぴったり。オッケー。うん。うわー。オッケーオッケー。いいねー。これで便利になるよ。なるよね。私の家の予定地、このあたりにしようかな、ここ。え、ここ？うん、ここを。あ、いいかも。うん、ここを整地して、もう桃も取っちゃう。あ、ここに。じゃあ、僕もここにしようかな。なんでやん。いいかも。おはようございます。はい、じゃあ今日の株価チェックへ行きましょう。今日の株価は？ババン。180ベル。やったー！ということは104ベルで買ったから76ベル上がってます。でもここで売るべきかどうか。でも今日売ってしまってもいいかな。売ってしまおうよ。チェックするのめんどくせえよ。腐る前にじゃあ売っちゃおうか。うん。荷物こんなにあるから置いてくるね。プラザの家ここじゃん。あ、そっか。全部置いてきてね。オッケー。持ちきれないと思うから殺風景。全部だって売っちゃったからね。そっか。お金のために、うん、お金がなかった時代。お金がなかった時代。2、3日前のことだろうが。さあさあ、私の家はこっちだよ。ここだよ。そうだった、ここだった。広いだろ。回収回収。じゃあまず、あ、この辺。え、この辺のも忘れずに取っていかないと。これ1個石だからね。あ、それ石か。紛らわしい。じゃあグロンから取っていくからね。持ってるだけ、はい。2人で手分けしても無理かも。リヤカーとかないんかな。押していけたらいい。そこになんか猫車とかあったり。じゃあこれに入れてこう押していけたらいいんだけどな。ねえ、持てない。 OK、 じゃあ代わりによし、じゃあ交代だ。この辺は、 あ、石引っかかった、引っかかった。石、これだけ拾えなかった。とりあえず行くか。よし、フライドさんもゼロベルだ。そうだよ、だから計算しやすい。うん、押すのも大変。うん。おお、72万ベル。とりあえず僕の分だけでこれだよ。すごい。じゃあ私も同じだけってことだね。そうだわ。はい、どうも。おー、まあ、おーって同じなんやけどな。でも合わせたらすごいね。まだあるんだよ。その前に坂に寄付しに行こう。うん、もうちょっと増えてる。ほんとや。住民が少しずつ寄付してくれてんだわ。おお、増えた。それでもまだあるぞ。見とるぞ。コーヒー飲んで見てるぞ。さあ、残りのやつを回収して売ろう。うん、私だけで持ってるかな。持ってるんじゃない。よし、落ちてるで、ここに。いやいやいや、それ石ですよ。うん、まあまああるよ。まあまああるね。うん、まあ確実に150万ベルはいったってことやね。結構じゃない。あるよ。おお、まあまあいったぞ。出します。じゃあもう約200万ベルは儲けたってこと。本当だね。もうちょっと端数ははしょれば約200万だ。約200万ベル儲けたよ。うん、変わってもらっていいかな。うん、すいません。なになになに、早速それでローカーしたの。
すいません。もういいわ、私。なんかな、めっちゃお金手に入ったから、うん、一気にやっちゃうよ。うん、いいよ。やっぱり家も最高ランクまでしたいじゃない？うん、はい。高い。これは、やばいな。なんか滞納しとこう。滞納やな。楽しみだね。やっぱ2階できるのかな、ね、?2 階かな？それで完成かな。どうだろう、家のランクは。あと残りの金を分けよう。うん。こんなにくれんの？いいよ。ちょっと待って、ATM 入れとこう。